こんにちは。ファイブスター子供スクールの阿部です。ちょっとあれですよね、今日は距離も近くてすいません、光が反射してまってるんですけど、ちょっとここしか場所が取れなかったんで今日はここで撮らせていただきます。普段あれですね、保育士養成校で幼児対抗してて、今パソコンルームなんですけど、ちょっとここしか空いてなくてすいません、ここで撮らせていただきます。本日のテーマはですね、あなたは今心の栄養が足りていますかってお話なんですね。皆さん、元気っていうものを、まあ、じゃああなた元気何点ですかって言った時に、まあ、例えば70点とか60点でつけたとして、100点満点でその理由を書いてくださいって言うと、多分多くの方はですね、肉体面が中心になるんですね。寝不足とか暑いとか、まあ、この時期もすごい暑いじゃないですか、体がだるいとかなっていくんですよね。そうなんですけど、実はこれ交流分析学っていうのがあるんですけど、元気っていうのは体の元気プラス心の元気が関わってくるんだよ。まあ確かに心の元気って大事だなと。で、心の元気に栄養を与えるのに何が大事かっていうと、ストロークってものがあります。ストローク、まあ、関わりみたいなイメージなんですけど、まあ、褒めるとか褒め言葉みたいなイメージを持ってもいいかもしれないですね。もちろんストロークって言葉だけじゃないんですよ。全部で言うと、肯定的ストローク、否定的ストローク、身体的ストローク、ハグとかってあるんですけど、まあ、言葉でも肉体面でもいいんで、こう関わりですよね。このストロークという心の栄養が足りてないと、なんか今私何やってんだろうなとか、なんか子育てもそういうの頑張ってるけど、なんかやっても、仕事の時は結果数字として見えたものが、子育て数字で見えなかったら、それがすごい苦しいとか苦しくなっちゃうんですよね。だから本当にストロークを入れてほしくて、でストロークはね、この動画以外にいっぱい話してるんですけど、やっぱりですね、皆さんね、自分に対して自分を褒めるっていう習慣が少ないんですよね。なぜか、日本人は小さい頃からそれをしてないからです。してないから。小さい頃って赤ちゃんってうんちするだけでも褒められるんですよ。でも年齢重ねていくごとに褒められることでどん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 減っていくんですね。だからこそ自分に対してストロークを入れたくて、まあそうそうね、いや自分に褒めることなんかないっていうふうになってしまうかもしれないですけど、まあこれ自己肯定感と変わってしまうんですけど、でもね、本当1日1個でいいんで、自分の今日の良かったところ、頑張ったこと、まあ、本当は文字にしていくとね、本当に自分に振り返れるんですけど、いやそんな時間ないよって言うんだったら、鏡見ながら言ってもいいし、でも言葉って消えちゃうんでね、本当は文字にしたりとか、ボイスメモ、ボイスで撮って文字で見ていくなんていう風にしていくといいと思います。いや良かったとこ頑張ったことないよね、家事して当たり前でしょ。いや当たり前じゃないです。当たり前ではないです。世の中に当たり前はないんです。そうする人が多いっていうだけで当たり前はないんで、家事した自分も褒めていただきたいし、ちょっと自分が前進したこと、辛くても頑張ったこと、ダラダラした自分も褒めてもいい。もう今日は全て解放して、ダラダラしたのが良かったっていう形で、もっともっと僕らって本当生きてるだけで奇跡だと思ってるんですよ、本当に。ね、世の中には本当に命を絶ってしまう人もいるわけだし、まあ経済的状況とか栄養、まあ日本があんまりないんですけどね、そこで命がね、亡くなってしまう方もいて、もちろんご病気の方もいるわけですから、この奇跡な感じをもっと楽しんでいくと、子育てだけじゃなくて人生もハッピーになるんじゃないかなと思うんで、本当自分を褒めていってほしい。文字にしていく。良かったこと、頑張ったこと。良かったこと、頑張ったことないんだったら、今日したこと書いたらいいですよ。結構あるはず。やったこと。誰かの選択したとか、もっと言ったら歯磨くのもシャンプーするのも当たり前じゃないですか。まあそれは自分にメリットあるからやるんだと思うんですけど、子供のね、こと何かやったと。やること書いたら盛りだくさんですからね、ものすごいいいと思います。ぜひ心の栄養を高めてみてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。